やさぐれ酒場始まりました。ゲストは横山由依です。よろしくお願いします。卒業して、はい、彼氏できたら公言していいみたいな。そうですよね。どういう人と会うと思いますか？こんな短時間で聞くものじゃないですか。好きなタイプは？好きなタイプ、かっこいいキャラみたいになっちゃうと難しいかもって思って。かっこいいキャラ？歩いてて何もない道とかで、例えば彼が転びそうになったとかいう時になんかそういじれないみたいな、かっこよすぎるとちょっと。難しいかなって思いますね。すごいわかりやすい例えを。わかりますか？今のしてくれましたね。すごいわかりやすい例え。そうなんですよ。変なとこから毛が出てたりして。うわー、変なとこから毛出てる。でも言えないなはきついですもんね。そうなんです。だからそれを言える人じゃないと無理かなって思います。年とか関係ないですか？年とか関係ないですけど、詳しいことが何かあるとか、何か教えてもらえるとか。精神年齢がは高い人の方がいいかもしれないですね。ああ、そっか。でもなんかその界隈だけで面白いみたいな人もちょっと苦手なんですよ。ちゃんと面白い人がいいというか、なんかそこの界隈では面白いとされてるけど、はい、なんかそれが面白くないんだけどなみたいなのってちょっと。わあ、すごい。すごいめっちゃわかります。シンクってる。いい話ですね。本当ですか。そう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 。カズレーザーですね。本当ですか。私が紹介できる中ですよ。狭い、ごめんなさいね、芸人界隈の狭いあれで申し訳ないですけど、紹介できるとしたらカズレーザー。カズレーザーさんめっちゃ賢いですもんね。はい、ちょうどいいですかね。どういう方がタイプですか？まあわかんないかもしれないですけど、インディアンスの田淵さん。お、あ、わかりますか？わかりますよ。ひまわりですよね。ひまわりです。ひまわり、はい。衣装で売ってますけど。一回宅飲みしたことあって、田淵さん家で、何人かで。そのマンションがめっちゃ綺麗なんですよ。本当に新築で、共同の廊下、絨毯で敷いてるようなところで、田淵さんの部屋入ったら6畳しかないんですよ。可愛い。可愛いですね。その外見と人呼ぶなよ、こんなとこで。狭い。そこまた好きですね。そこ好きでしたね。うわ、ちょっと嫌だったね、そのうわ、高いとこ住んじゃった。ああ、確かに。外観だけで見れば多分20万とかするところ、全然10万ぐらいの。多分10万ぐらいだろうな。でもなんか何がいいって、そこに呼んでくれるのがいいですよね。そこにちゃんと人を呼ぶのが良くないですか？4人ぐらい呼んでる。結構呼んでる。こんなの。可愛いですね。いや、良かったですね、あれは。お部屋は綺麗だったですか？いや、部屋もそんなに綺麗じゃないんですよ。だから実質4畳ぐらいだった。人呼ぶな、そんなの。いや、それがなんか飾らなくてよかった。飾らなくて、そうなんですよ。なんか同棲とかってしたことあります？あります。10代の本当に若い時、彼氏の家に私が転がり込む形で同棲始めたんですけど、確か12万って言われてて、で6万6万払ってたんですよ。ある時契約更新の書類みたいのが届いて、で私が先に開けたんですよ。そしたらそこの家賃がね8万だったんですよ。ね。半分以上払ってるじゃん。2万しか払ってるけど。15歳ぐらい上だったんですよ、しかも。でもね、荻窪から歩いて20分で築60年ワンルームで12万なわけないんですよ、今考えれば。なんかどんな感じですか、同棲するって。綺麗好きですか？なんか忙しいと汚くなっちゃいます。なんか例えば忙しくて帰った時にジーパンをね、このパンパンって畳まずこう脱いだまま、ちっちゃい彼氏みたいなジーパンのまんまの形の、はい、わかります？キュッてした脱いだ時のやつ。そう、それがすごいちっちゃい彼氏がいて、すっごいそういうのが気になっちゃってましたね。そういうのが合わないと嫌ですね。そうですね。でも同棲してから結婚した方がいいですもんね、絶対。あ、なんかそれ本当皆さん言いますね。びっくりするような結婚してほしいな。でもなんか結婚だけがしたいって感じではないです。結婚したいと思える人がいたら結婚したいなっていう。じゃあ別に何歳までとかは別にもうないですね。でも姉がいるんですけど、はい、ニュージーランドで結婚式をしたんですよ。それがすっごい良くて、だから結婚式はしたいなと思います。その結婚するなら結婚式したいんだ。なんでですか？したくないですか？したいですけど、どこでですか？でもそのもうニュージーランドが最高だったんですよ。そう、羊いて本当にいいな、羊いる結婚式羊いるし、なんかもう緑とかも超綺麗で、はい、姉はそのこっちの家族、旦那の家族だけのこじんまりした式だったんですけど、なんかそれもまたいいなと思ったので。うわ、素敵ですね。でもそれそうなんですよ。ゆうきさんどうですか？結婚願望あります？結婚したいですよ。子孫残したいので。とても子孫を残したいですね。結婚式はしたいですか？結婚式別にしなくていい。照れくさいじゃないですかもうそれこそトレンディエンジェルの高橋さんとか呼ばないといけないわけじゃないですかあんなんになんかウェディングドレスとか見られんの、尺尺ですね。嫌だ嫌だいや、もう写真だけ撮って、家族だけのやつがいいかな。なんかドレスとかでこういうの着たいなとかはないんですか？その写真撮るにしても着るじゃないですか。黒がいいですね。かっこいいやつ。似合いそうですね。黒と白。黒2パターン撮るんですか、あれって？分かんないです。私も写真屋さんじゃないんで分かんないですけど。よくわかんないです。プランあるんじゃないですか？その2パターンのプランとか、4パターンとか。分かんないですけど、あると思いますけどね。でもなんか私その卒業の時に AKB の衣装さんがちょっとパープルの綺麗なドレスを作ってくださったんですけど、その衣装さんが結婚するときにお色直しできたらみたいな風に言ってくれて、旦那さんには蝶ネクタイみたいなのをこれに合わせた色ので作るよみたいな言ってくれたので、なんかそういうのってなんかすごいいいなって思ってますね。うわー、泣いちゃうなー。それはちゃんと結婚式した方がいいですね。ね、思いましたね。メンバーとか呼びたくないですか？確かに。いや、どうしましょうね、それ。結婚しないのにまだ何の話かなんですけど、理想のプロポーズはある？普通は良くないですか？誰かの芸人さんからなんか寝っ転がってる時に2人で彼女と彼氏が寝てる時に普通に「おう結婚しようか」って言ってします。なんか日常な感じがいいかもしれない。とても良いですよね、それ。結構それは憧れません？いや、憧れます、憧れます。今度指輪パカとか笑っちゃいますもんね。笑っちゃいますよね。指さして笑っちゃう。ずっと芋焼酎なんですか？そうですね。ビール1杯目飲んだらだいたい芋焼酎かもしれないですね。いい女ですね。本当ですか？これいいですよね。芋焼酎ずっと飲んでるのはすごくいいですよ。ありますか？異性の行動で。異性の行動でなんか特定の人にだけ態度が変わっちゃう人っていうのが苦手ですね。すごい普段優しいのにタクシーの運転手さんにすごい厳しいとか、店員さんとかね、店員さんに厳しいとか、なんか全員に一緒の対応だったらただの嫌なやつですもんね。そうなんです。全員に嫌な態度だったら嫌なやつ。全員に嫌なやつは嫌なやつじゃないですか。なんかその選んでる感じはちょっと苦手かもしれないです。コンビニとか行った時にこう不要レシーターここにっていうカゴあるのに。置きっぱとかも私嫌ですね。結構細かいですね。私はそうですね。ダメだよって思っちゃいますね。ちゃんとしてますね、みゆきさんめっちゃ。ちゃんとしてるんですよ。箸の持ち方汚い人とかは、あら悪いんだねあなたって思っちゃいますね。くちゃくちゃとかも気になっちゃいますね。それは確かにあるかもしれない。じゃあ例えば結構いいなって思ってた人と、じゃあ初めてご飯行きますってなって、それでぐちゃぐちゃ系だったらどうします？うわー、ぐちゃぐちゃはちょっと。でも好きだったら何でもいいですね。可愛い。結局何でもいいですね。許せちゃいますかね。私は結構匂いに敏感なんですよ、昔から。だから匂いで好きか苦手かっていうのはあるかもしれないです。あ、この香りがちょっときついなと思ったら、それは一気に苦手になっちゃうかもしれないです。え、気にならないですか、匂いとか。鼻強いね、なりますね。ああ。800メートル先の喫煙所わかるんで、私。わかるんですよ。あれあるね。すごいですね。そうですそうです。生乾きの匂いとかちょっと超わかります。めっちゃわかります。生乾きはもう部屋干し失敗してる匂い。いやでも鼻強いからわかるな、匂いは。でも嬉しいです。なんか。この話あんましないので、話してる話しないでしょ、こんな話。美味しい。結構飲んでますよね。飲みましたね。ね。うん、炭酸水結構いいなって言ってます。炭酸水結構減ってます。嬉しいですね。炭酸水減らしてからが勝負ですね。優しい。ファンの方、困ったというかびっくりしたなっていうファンの方は、7、8年前かもしれないですけど、握手会に来てくださった方なんですけど、あれ何かちょっと変だなと思ったら、ここアリが歩いてたんですよ。で、多分緊張をきっとされてて。なんか多分感覚がないとは思うんですけど、あれって急にここに来るもんじゃないじゃないですか。そうなんですよ。だから足元からそう言ったんですよ、それは。あれついてるよって。いや、私もなんか言えなくて、言えよって感じなんですけど、そう言えなかったから後で気づかれたのかどうなのかっていうのは気になりますけどでもそれぐらいなんか緊張してもらえるってやっぱ嬉しいじゃないですか。緊張です、それさ。感覚がなくなるぐらい緊張してたんだなと思うと、なんかすごいそんな存在になれたんだなと思うと、なんか逆にこう変だよじゃない。そう、でもそれはそうびっくりはしましたね。いじってるでしょ、でも。いじってない。嬉しいとか言っていじってるじゃないですか、それは。まあ見てくださってたらいいなと思うんですよね。今もね、こうやってこれを。今もありないかどうか。今もいない。みゆきさんいます？なんかびっくりしたとか。まあ地下ライブとか出てた時に、毎回ライブ終わった後に DM で納言の本日のネタボケ16個、笑い9個、7個滑ってますけど。ボケの数数えおじさんはいつも。可愛い。最後に応援してます。応援してないよ。ありがたいですよ、そのボケ何個。いや、ライブででもどういうことなんでしょうね、こういうのやってんのかな。数数えるですね。ボケたのと受けたのと。両手でやってるかもしれないですね。そう、楽しんでないじゃん、ネタを。こんなやつ。これはボケなのか。面白いよ。いや、黒霧飲むの本当にいいな、本当にいいですね。黒霧。絶対モテますよ。本当ですか。私が男だったら、すっごい嬉しい。霧島のシリーズっていっぱいあるんですよ。赤霧とか、いろいろ種類があって。それを結構家に瓶で置いてます。素晴らしい。やった。今後の目標。今後の目標。AKB48 12年間やってきて、本当一人になるっていうのが初めてなので、まあ一人でちゃんとこう自分の道を進んでいけたらいいなと思ってて、そのお芝居が好きなのでお芝居をやったりとか。歌も続けたいなと思いますし、でなんかいろんなお仕事で自分が合ってるものにどんどん出会っていけたらいいなと思いますね。でも飲酒もね、もう解禁されたわけですから。いやそうですよ。飲んでください、よかったら。いや飲みましょう、飲みましょうですし、飲酒仕事もいっぱいしてほしいですね。本当ですか。すごく飲めるからそう飲み物好きなんで飲める。飲み物好きってそれだけなの。理由がキモいんですよね。理由がお酒飲める理由だけキモいんだよね。理由だけキモいひどい